夢か。どこからどこまで。夏休みあと3日しかないんだぞ。宿題の話なんてやめろよ。今日のうちに終わらせる約束だったでしょ。俺昨日駅のてっぺんから落ちたよな。落ちてたらここにはいない。でもあれはギリギリだったよね。話をそらさないで。分かったよ。仕方がない。今日は宿題を片付けよう。非常に厄介な自由研究だ。で、ネタは？最近、俺の周りで起こっていることは、夢とか、例の白いやつとか。それはなし。どうして？泥棒騒ぎの頃からロクサスもこの町もなんだか変だよな。原因を突き止めるために明日、町の大捜索をするんだ。いろんな人が協力してくれるよ。俺のために。俺アイス買ってくる。さて、七不思議への旅立ちですね。あれ？新しい噂は？商店街にはないみたい。お前たちに負けるわけにはいかない。だから俺たちも住宅街へ行く。もう、競争じゃないでしょ。じゃあ今から競争だ。俺と、みんなで行こうよ。
げ。あれ、不思議な石段ってここだろ。上りと下りで数が違うんだよな。実はね、バカバカしいオチがあるんだ。どんな？石段を数えたのはライなんだ。もう何度数えても違うんだもんよ。てね。ってことは数え間違い？さあ気を取り直して。Yeah!
スイタタヤッハッオリャッハッスイタッハッヤッタッソリャッタッスイソリャッさあ、調べたら不思議でも何でもないというか。分かってる、何も言わないで。でも次のはすごいよ。なんと6番目の不思議。新ネタ仕入れたぞ。幽霊列車の謎っていうの。それ有名な6番目の不思議だよ。俺は知らなかった。その列車はどこを走ってるんだ？サンセットヒルから見えるんだって。